鳥を見てるとここで起こっていることが忘れられる。雅子殿、ご家族の仇について何か。計上の中に貞夫の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞夫は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞夫の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車。あれが八郎、貞夫の弟だ。何も忘れてないんだ。俺はどうだ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。散歩日和だな。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。持ってきたよ。まだです。ですがお客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。ああ、頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。八郎、マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。貞夫は家族思いだな。ろくな一族ではないぞ。いとこは賊だしな。クタの村が二つになったとき、乱が起きたことを覚えてるか。さあ、荒々の村人を殺した賊は誰に雇われたか。
知ってる、佐藤だろ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ。お前も、喋りすぎると、俗に襲われるぞ。堀の家、賊が固めておる。貞雄の親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。貞雄からの文、八郎が渡したものか。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、貞雄の妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。貞雄は？わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。